8月31日から9月1日にかけて放送される24時間テレビ47日本テレビ系。同番組は78年愛は地球を救うをキャッチフレーズにチャリティーキャンペーンを行う番組として誕生し現在まで毎年放送されている。全順位あり24時間テレビで感動しなかったマラソンランナーランキング。毎回 注目を集めるのは92年の番組リニューアルの際に始まり、看板企画となったチャリティーマラソンだ。今年はお笑い芸人のやす子、25、がランナーに抜擢され、話題となっている。これまでもお笑い芸人のほか、女優やタレント、アイドル、スポーツ選手など、さまざまなジャンルの有名人がランナーに選出されてきた。では、歴代で50名以上いるチャリティーマラソンのランナーの中で、 視聴者の記憶に残っているのは誰なのだろうか。そこで本市は20代から70代の男女500人にアンケートを実施。感動した、感動しなかったと思われているランナーの調査を行った。本校では感動しなかったランナーの調査結果を紹介する。同率3位となったのは徳光和夫83と広美59の2人だ。 徳光は80年から10年まで、24時間テレビの総合司会を務めていたが、11年に勇退し、当時番組史上最高齢となる70歳でランナーに選ばれた。高齢ということに加えて、1年に急性心筋梗塞を発症していたこともあり、実際に徳光が走る姿を見て、感動よりも心配がかってしまった人が多かったようだ。年齢と重篤な病経験の後だったので、 不安感しかなかった。人選ミス、特産にやらせてはいけなかった。見ていて辛い。だから見れない。このことは金ちゃんも同じ。老体がよたよたで見てられない。ヒロミは昨年の放送でマラソンに挑戦したが、本人たっての希望で当日にランナーを務めることが発表された。おじさん、にちなみ、102.3km を激走する中で、長男で俳優の小園良。 二十八、次男の俊樹さんと並走する場面も。また、九十四。5キロメートル地点では妻の松本伊代、五十九、がサプライズを応援に駆けつけ、ゴール直前には松本が自身の大ヒット曲、センチメンタルジャーニーを熱唱し、エールを送った。だが、こうした家族を巻き込んだ演出を冷めた目で見ていた人もいたようだ。わざとらしい、家族が前に出すぎ、白々しかった、 続いて第2位は、12年の元プロレスラー佐々木健介、58、一家だ。佐々木は妻の北斗晶、57、と、長男の武志介さん、次男の清之介さんの家族4人でマラソンに挑戦し、初のリレー形式で 120km を完走した。佐々木と北斗が、長男の読み上げた、もしママが走れなくなったら、3人でママを助けに行くね。最後はみんなで